どうも、こんにちはです。サブチャンのようなゆるさの動画にはなるんですが、ちょっとメインチャンネルに、ね、関係あることなので、こちらで投稿させてください。くしゃみが出そう。でね、あるものが届いたんですよ。で、今回ちょっとそれをね、処理をね、皆さんに見てもらいたくて、ちょっと動画撮ってるんですけど、いきますよ。こちらです。まあ、まだちょっと箱あるんですけど、これね、中身をちょっと見てほしいんですよ、皆さんに。ちょっと開くかな、手で。あ、無理。さあ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 。いきますよ。ドゥン。あのね、消しゴムを実は今回作っていただきまして、で、まあ、サンプル送りますねみたいな、あー OK ですって。で、前消しゴム作ってもらった時は5個っていただいたんですよ、確か。あーなんで、はい OK ですって言ったらね、数をちゃんと見てなくて、これ2段なんですよね。もう出しますわ。見てください。でも可愛いんです、可愛いんです、可愛いんですよ。ほら、ちょっと画面明るく、あ、ピントがフレーフレーって。はい、今回いつもねお世話になってる新興出版社ケイリン館っていうね、あのケイリン館の教科書の系列の参考書とか作ってる会社の方、今ねいろいろお仕事させてもらってるんですが、今回キャンペーンでこの消しゴム、そしてまだ出来上がってないんですけど、図書カードをね、プレゼント企画をしてくださるそうです。なのでぜひぜひみんなに参加してほしいなっていうのと、消しゴムこんなにもらっちゃったっていう。で、昨日ちょうど打ち合わせがあったんで、これいいんですかプレゼントしてもって言ったら、あ、どうぞどうぞって言われたので、で、今画面のここにね、チラシを出してると思うんですが、定期テスト対策みたいなキャンペーンがあって、まあ、応募方法にはもちろんね、ちょっと本買ってもらわなきゃっていうのがでついてるんですけど、ズバリよく出るシリーズっていうのがあって、で、これを購入していただいて、新興出版社のツイッターフォローしてもらって、写真を添えて引用リツイートっていうのをしていただけると、図書カード&消しゴムを抽選でプレゼントっていうのをやってるらしいので、まあ、よかったら参加してみてくださいっていうところでございます。でですね、でなんですよ。で、なんかこの冊子かなんかが、この冊子は本屋さんで無料で置いてもらえるらしいので、もし皆さんの近隣のね、まあ、ちょっと今コロナなんでね、ぜひぜひ行ってくださいってはなかなか言えないんですけど、もし用があったら、ついでにね、ちょっと探してもらって、なんか無料で置いてあったらちょっとポッて持って。で、そっから、なんか動画対策の、テスト対策か。の前動画撮ったやつのリンクとかも貼ってくださってるので、まあ、そこから、まあ、動画見てもらったりとかしてもちょっと勉強になるかなとは思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみになんですけど、ちょっとクオカードじゃねえや、図書カードの原本のデータまだ完成してないんですけど、昨日、なんかこれで行くと思いますっていうのを見せてもらったんですよ。ひとまず俺は、なんか一個いただけるらしいんで、でも俺は、自分は使えないです。多分みんなもね、使うの絶対恥ずかしい。図書カード。本屋さん行って、あ、図書カードで、ふっていうのは出した時に、多分店員さんと一瞬、間ができるかもしれない。え?みたいな。っていうものなんです。すいませんっていう感じなんですけど、よかったら、ぜひぜひキャンペーンの方応募してみてください。で、こっちのね、消しゴムは、ちょっとね、こっちもプレゼント企画しちゃうと、なんか、こっちと被っちゃうから、なんで、まあ、この前埼玉スーパーアリーナとかでやりましたけど、まあ、リアルイベント、まあ、自習室をね、本当はね、全国でやる予定だったんですけど、ちょっとコロナの関係で、まあ、またね、なんとかなんとも言えなくなっちゃったんだけど、もし、またリアル自習イベントとかができた時に、まあ、来ていただいた方に、配れる範囲で、配ってもいいのかなって、一個ね、ちょっと息子が欲しいって言ってたんで、息子にあげるんですけど、とは思っておりますので、まあ、もしかしたら、消しゴムの方は、これから先、どっかで、この子をゲットするチャンスがあるかもしれない。俺が100個持ってるからね。あるかもしんないっすっていうところでございます。まあ、ひとまず、まあ、こんなね、消しゴムができたよって、ちょっとピント合ってないかもしんない。あとは、ちょっとみんなにまだ見せられないけど、図書カードのプレゼント企画がありますよっていうところなので、ぜひぜひ、こちらの方もチェックしてもらえたらと思います。ということで、以上でございました。マジで図書カードの、多分本屋さんで出るチラシにはどうなんだろう、デザイン出るのかな、ちょっとわかんないんだけど、図書カードの、原本とか本物のデータどっからみんな見ることができたら、あーなるほどねって思ってもらえると思うので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今回ねご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。